の YouTube。 皆さんご機嫌いかがですか。北村郁夫チャンネルの北村郁夫です。今日はなんかとんでもない、ことになっちゃいました。まあとんでもないって言ったらちょっと大げさかもしれませんけど、ちょっと変な頼み事というか、預かりました。これ座卓なんでしょうか。すごい豪華なこの座卓を預かりました。なんで預かったっていうと、このちょっとこれどかしてみますね。座卓の天板なんですけど、ものすごく高価じゃないんでしょうかね。多分ね、ものすごく熱いです。こんな熱い、ものすごく重いですね。この天板をちょっと外してみますね。そうするとこの足になるんですけど、この足が片一方がこうやって取れちゃうっていうことなんですよ。でこれを私に直せっていうことで、私プロでも何でもないんですけど、なんか頼まれちゃいました。でもせっかく頼まれたんで、ちょっとこれを、やってみたいと思っています。でこれなんかこういうなんていうんですか、細が切ってあって、こういう組んであるだけなんですけど、片方の方がこっち側が外側にこれになっちゃったみたいなんですね。だいぶこれ、古いもんみたいで、年季が入ってるみたいなんです。で伸びちゃったみたいですね。なんでここでちょっとこれを固定しようっていうことなんですけど、これかなり重たいんで、どうやって止めてみようかっていうんで考えたんですけど、まあちょっとこの溝にこうやってなんか入れてやるにはちょっと薄すぎるけど、それで固定しよう。接着剤だとどうせこんな硬いもんだし、重いもんだからすぐ取れちゃうんじゃないかっていうことで、最終的に考えたのがやっぱりここに薄い木を入れて、ちょっとそれでトントンで叩いて固定させようかなと思っていますね。どういうわけなんでしょうね、ちょっとよくわかんないですけど。私プロじゃないんですよね。建具屋さんでも何でもないし、大工でもないし、でもなんか外に、北村木工とかって書いて看板ね、ちょっとね上げてあるんですよ。まあ全然知らない人っていうわけでもないんですけど、まあ、近所の人の知り合いだみたいなことで、なんか私がいない間になんか持ってきて、ちょっとこれを直してくれって頼まれたそうです。でちょっと私も頼まれたからにはなんかちょっと嬉しい気がしますんで、そうか、私を信頼してって。そうか、そういうことか。じゃあぜひやってやろうということで、ちょっと今日はそれにチャレンジしたいと思います。これですね、これここです。よく見てもらうと分かるんですけど、こうやってちょっと広がっちゃってますね。わかりますかね、こんな感じですかね。若干広がってるのがわかりますか。そう、こっち側はもう固定されて全然あれですけどね、取れる気配はありません。ちょっとこうやって溝に木を入れるんですけど、この薄い板を作るのにどうやって作ろうかっていうところなんですけど、ちょっとこれ柔らかい、もう紙ぐらいしか入らない薄いやつじゃないと入らないんですけど、それをどうに作るかって、この薄いやつってまた難しいんですよね。なので私ちょっとこのコッパちょっと硬い木、欅の木があったんで、欅のコッパでこれをなんとか薄く加工して、これを溝にはめてボンドでくっつけて、それで後からこれをトントントンと叩いて入れてあげようと、そう考えています。それでは加工に入りたいと思います。ストップ。それではこれを切っていきたいと思います。一発で切れるかな、ちょっと厳しいとこですね。はい、切れました。こんだけ薄くできました。まだこれだと全然まだ熱いんで、これをどんどん加工して薄くしていきたいと思います。ストップ。薄くしています。
なり薄くなりました。これでいいかな。このぐらいでちょっと挑戦してみるかな。よし、このぐらいにしときます。今これを差し込んでみたんですけど、だいたい2センチぐらいしかね、もう溝には入らないです。なんでとりあえずきつくするために3センチぐらいまで、ちょっとね距離を伸ばして、それでカットしちゃいたいと思います。カットはナイフでいいかな。ここにこれを入れるんですけど、その前にここボンドでくっつけるんで、これとこれボンドで合わせるんで、ちょっと接着剤がくっつかない可能性があるから、ここをちょっとヤスリがけしたいと思います。ちょっとこれでヤスリで削っておこうと思います。またこれでね、またちょっと距離が変わってね、入るところ、入る距離がまた変わってくるかもしれませんので、ちょっときつめにしておきます。こっち側削ってこっち側に入れようとするのは、ちょっとこっちの方が斜めになってるんですね。なので、こっち側の面に合わせてこれを立てるということになります。長年使ってる間にこの木が反ってくるんでしょうね。そんな感じがします。このぐらいにしとくかな。もうちょっと削っとくか。まあとにかくこれがね、ボンドがよく貼り付けばいいことですからね。これは何番かな、60番ぐらいの粗いヤスリですね。よし、こんなもんでいいや。でこれをカットしておきます。で幅もちょっと 0.5 ミリぐらい広いんで、1ミリぐらいカットしちゃいます。ね、これ紙切ってるぐらいですかね。そう、全部入るぐらいかな。全部入るぐらいにしちゃおうか。そうするとかなりあれ厚くなっちゃう。やっぱり3センチぐらいだな。よし、じゃあ3センチぐらいで。手を切らない。ここで苦戦したりして、よし、硬いのかな。よし、このままで、よし、ちょっとそれで角が欠けちゃうと困るんで、最初に切っておきましょう。丸くして。レザークラフトみたいです。丸くして割れないように。
ないようにヤスリがけしとくか。よし、こんな感じかな。これだけど逆の方買ったんだよ。入れてみて。よし、上がなる。上が難しいんで。ちょっとここを、ここを斜めにこうやって入りやすいようにしておきますかね。もう削っとけばよかった。よし、これでいいか。これでボンドでくっつけちゃいたいと思います。ストップ。それではボンドをくっつけていきたいと思います。さあ、出ろ。あ、どこに出てるんだ。勢いがすぎ。手に出して。あまり熱く塗ると。一応念のためこっちも塗っときます。よし、くっつけちゃえ。はい、ちょっと浮いてきちゃう。ちょっと浮いちゃうんで、クランプで押さえたいと思います。よっこいしょ。クランプはこれ長いんじゃない。よっこいしょ。これできるかな。ちょっと角度が伸びたな。難しいね、これ。どうやんのこれ。こんな感じ。うわ、できない。ちょっと考えさせてください。ストップ。これでクランプしていきたいと思います。さあ、うまくいくか。とりあえず軽く押さえて、これを押さえて、こんな感じかな。このぐらいで内側も、あら、落っこちゃった。下に台が必要だな。
手段が若干ある。ほんの少し浮いちゃってるんで、ここを少し緩めて。感じでオリア。これでしばらくクランプですね。大丈夫かな。ちょっとダメでしたかな。はい、これで様子を見ます。はい、ボンドを貼り付けてから約1日経ちました。で、これを外してみたいと思います。外します。さあこんな状態です。貼り付けた状態ですね。欅抜きを、つけてみました。さあこれで入るかどうかですね、うん、よし、やってみます。ちょっと緩いかな。よし、なんかいい感じですよこれ。これでちょっと上から叩いてみたいと思います、うん。バッチリです。ナイス、ナイスです。ちょっとこっちもちょっと入れといてあげるか。あ、ガッチリです。いい感じでした。ちょうどいい感じですね。見えますか？こんな感じです。それに天板を乗せたいと思います。よいしょ。天板こうかな、こちらでいいな。はい、ちょっとでかすぎてよく見えないかな。こんな感じです。いいんじゃないですか。結構しっかりしてます。さあこれで完成ですね。え、大工でもないのにこんなん頼まれて実際できるかどうかちょっと私心配だったんだけど、これね、下手するとね、割れちゃったりしますからね。預かったもの割っちゃったりしたら大変ですからね。だからあんまりね、ここはやっぱり厚くしすぎないように、きつくしすぎないように、それだけ注意しました。はい、これで天板を乗せて終了ですね。預かった仕事終了です。今日は最後まで動画を見ていただきありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。